どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。海の力を見せるぜよ。というわけで、今日は令和シリーズ令和のカジキデッキ作ってきたんで、やっていきたいと思います。ちょっと1個言いたいのはですね、本当の令和のカジキデッキって多分ですけどクリストロンデッキなんですよ多分ね、本当の令和のカジキデッキってクリストロンだと思うんですけど、ちょクリストロンちゃうなと思って、さすがにあれ機械だし、そもそも魚じゃねえし。だからというわけで今日はですね、令和のカジキデッキということで、まあ、魚メインにして作ってきました。まあ、簡単に説明すると、マーメイル海洋クジラデッキかな、シンクロを添えてみたいな感じのデッキになっています。まあ初動札、まあ、いっぱい、まあ、そこそこあるんだけど、まあ、例えば、アビスリンデーとか、まあ、あとウィーンウンディーネとか、まあ、デニガビスとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、こういうモンスターを使って、まあ、水属性モンスターをたくさん並べて殴っていこうよみたいなデッキですね。あのシンクロモンスター、シンクロっていうね、令和はね、その昔のカジキはさ、なんかそのなんか要塞クジラみたいなさ、儀式まあこれ の, あのリメイク前のやつとかしか持ってなかったじゃないですか。令和のカジキはね、シンクロ召喚を覚えたんで結構いろいろできまして、まあ、ブリューナクとかもちろん強いし、あとグリガンとかね、たまに出せるんですけど、だってこれだ強いですね。あのホワイトオーラドルフィンとか強いし、非常に。あとブラックローズとか、全然魚じゃねえけど、まあ、こういうモンスターを出せるようになったんで、サイコビールダーとか、まあ、こういうアーチャーとかコントローラーを使って、まあ、うまいことね、シンクロ召喚を噛み合わせて使っていくデッキになってますね。まあ一応もちろんそのシンステルスアタックと城塞クジラはもちろん強いんだけど、今まで通り、これは三積みするかちょっと迷ったけど、まあ、三積みしてもいいんだけど、ちょっと枠的な問題もあって、ちょやっぱその海洋ギミックを入れたくて俺は、だからまあちょっとあの1枚にしてますけど、まあこれ多めに積んでもいいかもしれない。まあエースだし、一応令和版のカジキのエースカードなんで、このモンスターはね、積んでもいいかもしれない。そんな感じですね。動かし方はね、ちょっと説明してるとすげえ長くなるんだが、基本的にはそのディニクアビスとか、アビスパイクとかでこう海洋を捨てて相手の盤面を除去したり、あとその海洋モンスターをクジラでリリースして除去したり、この海洋っていうのはさ、水属性の効果でその墓地に送られると、これは表側のカードを破壊するし、何でもだからこれネクロバレーとか割れるんだけど、これとか、あとそれから狙撃兵はセットカード破壊できるんで、こういうカード、しかもちなみにこれウンディネでどうしても効果発動するんで、まあ、結構ねこの相性はいいんですよね。で、この辺のモンスターをリリースしてこれ出したりとか、あとシンクロ召喚、例えば、重装兵出して、ディーバ出して、でディーバから重装兵出してくれば、まあ、6シンクロできるし、出してくるやつを、狙撃兵にすれば7シンクロもできるしみたいな感じなんで、まあ臨機応変に、まあ自分の手札と墓地を相談して戦っていくみたいなイメージですね。はい、ディニカーミス最強だから。というわけでね、早速令和のカジキのね、力を見せていきたいと思います。気合のハチマキ、久しぶりに大活躍だぜ。デュエルスタンバイ。海の力を見せてやるぜよ。あ、ハンド結構いいね。これハンド結構いいわ。海の力見せつけられそうだわ。カジキ漁だけやっぱあれですよね、独特なあのファッションセンスしてるんでね、僕は結構好きです。ソーラークセンドッケ、気合のハチマキがね、やっぱ一番かっこいいわ。このなんかあの葛飾北斎かなんかのさ、あのなんだっけ、あの富岳36景みたいな絵あんじゃん、あれのなんかあの絵柄ですよね。この気合のハチマキさんのあのハチマキのなんていうの柄はやっぱり、ね、波でね、波に揉まれて育った海男なんでね、基本的には。おー、なんかちょっと強そう、割と強そうだけど、まあエヴァリーキュラーだったら別にいくらでも戻せるから別にいいんですよね。こっちあのシンクロ召喚っていう最強のあの令和最強の戦法を身につけてるんで、全然いけるんですよね。その今までだったらただなんかクジラでビートダウンしてるしか脳がなかったんですけども、あの令和のカジキ、あのシンクロ召喚っていう謎の新召喚方法を覚えたんで、ですね、ちょっと考えましょうか。あー、なるほど。まあ一回戻すかな。
赤いものしかな、まあ、どっちにしてもあのあいつはまあ戻す以外の方法で処理する、まあ除外もあるけどそんぐらいしかないので、まあこうしましょうか。で D は召喚、 D は効果発動で、デッキから海竜族なんか出すぞ。重装兵を出す、重装兵でいいか、重装兵出すぞ。あ、俺攻撃表示からの200と200と400の力を集結させて、新たなる、こいつもさ、よう見たら海竜族なんですよ。知ってました？あのブリムラクさんって海竜なんですよ。だからね、カジキなんですよ、もはやこのカードは。もうカジキのアタックのキリなんですよ、これ。海竜なんで。で、バトルフィス。おりゃー、うわ、カイトロイドかなんかあるか。あー、オッケー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 。ここで一応ね、あのね、ちょっとおしゃれポイントも一個あってさ、マメイル・ディネクアビスっていうやついるじゃん。あいつもう打点1700なんで、あのね、足すとね、ちょうど4000削りきてんだよね、ブルーナクト。これ結構ね、おしゃれムーブってあって、はいはい。了解した。やべ、ちょっと、またエマリーこれ。やばいやばい。やばい、ちょっと、またエマリー来ちゃうこれ。あ、これやばいから。あ、ミカエルさんか。オッケー、ミカエルさん。オッケー、ミカエルさん。ミカエルさんは破壊されると墓地のライトロードをデッキに戻してなんかいっぱい回復するっていう効果はもう今のところそんなにどうでもよくてね。トップ何か来るか、デニカービスか。ね、なるほどなるほど、ちょっと考えないといけない感じはある。まあ、とりあえずディーバは召喚する、絶対に。でディーバ召喚してだ、重装兵出して、でクジラ特殊召喚、フィールドの水属性モンスターの魂を墓地に送り、城塞クジラを特殊召喚じゃい。重装兵の効果を発動、さらに城塞クジラの効果を発動じゃい。てん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 。このあのなんかあのカジキさんのさ BGM 結構かっこいいよくないですか。全然関係ない話するんですけど、カジキさんのあのてん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 なんか一生カジキの BGM 聞いていたなんか謎の時期があったんで、とりあえずディニクアビスいくわ。ディニクアビス特殊召喚、そしてディニクアビス特殊召喚成功時効果を発動。ディニクアビスによってレベルかなんかレベルじゃねえや、マーメイドモンスター持ってこれていく。そしてこのバトルフェイスに移行していく。さあカイトロイドをぶん投げないと君のライフはなかなか風前の灯火になってしまうぞよ。了解。ターン終了して、ちょっと墓地確認いいですか。自分書いてるともう一枚あるのね。まあ、とりあえず、シーステルス発動していく。もう一枚めんどいけど多分、ね、逃げれるからいける。多分逃げれるからいける。レビオニアとか出てきても多分大丈夫だし、手札一枚だったらもう返せないんじゃねえ俺。はい、来ました。はい、海の伝説最強。まあ本物の海の伝説はね、クリストロンなんですけどね。レイワのカジキデッキってあのクリストロンデッキなんですよ。実は本当のとこ言うとネオスフュージョン OK。 ネオスフュージョンはシステルスアタック実質無効みたいなことしてくるんで、あの破壊耐性 でちょそれめんどくさいんですけど、まあ、それがなんとか超えられさえすれば、あれですね、あのイルカとか出したら結構強いですね多分ネオスは。あ、1枚セットある。光らない。なるほど、光らない、光らないか。まあでもサイコベルがいるんだよな、結構強く出れると思うんだよな。とりあえず重装兵捨てて、重装兵捨てて、これちょっと1回ちょっと狐怖いんで1回守備表示で、これはなんですか。でディニックアビスパンシの効果も発動していく。なんだろうな、こっちのドローフェイズで全く光んなかったんで、
まあアビスパイクでいいか。アビスパイク、なんだろうな、そこらしとかカナディアとかエネコンとか、そっち、あ、エネコン入ってねえか。そこらしはカナディアとかそっちですかね。まあ多分、まあこっちのモンスターがいて初めて機能するなんかだと思うんだけど、まあ、とりあえずちょっと重装兵連打するわ。重装兵連打で、重装兵、これ重装兵2回も使わなきゃいけないの。ああ落としなのか、オッケー。さあ漁業されていく。さあお魚さんがちょっと穴に埋まってしまった。漁業されてしまった、まあしょうがない。これレベルコピーやったらねいけるんですけどねレベルコピーやったら結構強いんですけど、まあ、とりあえずエンドしますか。攻撃表示怖いんだよな。ちょ、あの本当にこの宇宙に攻撃表示するのめちゃくちゃ怖くて。なるほど、またあーなるほど、またあれですか、またもやの、またもやのあれですか、あのそ、あ、そこなし、そこなしとはかな、そこなしとかなんですかね。またちょっとまあいいや、もうクジラは出すしかないから、クジラ出すけど落とし穴されるんだったら、漁業されるんだったらもう甘んじてできるよ。はい、効果発動、シーステルスアタックセット。あー漁業されていく、漁業された、漁業されていく。まあシーステルスは一応このね、ディニクアビスもやっぱそのレベル7ってのが優秀ですよね、非常にね。シーステルスアタックの、まあ、ちょっとネオスフュージョンのちょっと体勢がめんどくさいが、これはなんかクリボールかカイトロイドか何かですね。了解しました。事故れ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 、お魚なめんな、マジお魚マジなめんな、お魚さんなめんな、よし、お魚なめんな。さあお相手の方、騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。で、なるほど、ちょっと一回あいつにアクセスしに行くか。なんだっけ、あいつ、名前出てこない、なんだっけ、破壊したらなんか強いやつ、これ、アビスリンで、オッケーで、アビスリンでセットしといて、これで円ですね。まあ、アビスリンデさんはね、破壊されてもね、やっぱその耐性が実質あるんで、そのアビスリンデ以外のやつを出せるんで。サイバープチエンジェル来た。お、ちゃんとアスカで機械天使だ、出た。機械天使もそろそろ強化来ていいんじゃないかなって思いますよね。いよいよ今はちょっとリミットきついけど、あ、これイダテン弁天かな。あ、イダテン弁天きつい、イダテン弁天強い。結構ね、機械天使ってもうねほとんど来てて、まあちょっと新しいちょっとデュエルスパックで強化されたカードは来てないけど、あと儀式モンスターだと2体くらいしか多分いなくて、残ってるのがビシュヌとナーサテイヤぐらいだと思うんですよね。リンクスに来てないのはナーサテイヤちょっと強そうだけどな。機械天使の儀式がまあリミット2なんで、多分ね来てもそんなに問題はないんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとめんどくさいけどね、外役プレイみたいなことされるけど、ビシュヌとかは別に来てもいいんじゃないかな。もうなんかいくらでもあんなのどうでもいいみたいな話に、まあ、サーチ入るけど、サーチは入れられるから、まあ、強いけど強いけどみたいな感じなんじゃない。デモリッシャー、いやデモリッシャー、デモリッシャーだけにでさ、対象取れないのか。え、これ俺回答ある、回答ある、俺これこれ俺回答あるか、デモリッシャーだけに回答ある。あ、いった、アビスリンでいこうか。アビスパ福岡出すしかないのか。アビスパ福岡出していく。でアビスパ福岡の効果発動して、福岡捨てて、狙撃兵かなんか持ってくるしかないかな。チューナー持ってきたところで、今チューナーはあるから別にそんなにいらないんだよな。これ回答あんのか、俺回答あんのか。対象に取れない、3700破壊耐性あり、え、やばくない、俺回答あんのこれで、このデッキ回答なくね、これあれやばくね、
やばくねこれ。これやばくねこれ。ウンディーネ持ってきても意味ねえんだよな。でも俺ウンディーネ持ってきて、ウンディーネ持ってきて、ウンディーネ持ってきて、クジラ落として、クジラ落として、クジラ落として2体出しても結局破壊耐性があるから突破できなくて、貫通がアンでしょ。これ相当やばくないこれ。イルカで対象にも取れないと。俺これ回答あんのかこれ。これやばくないっすか。ウンディーネ召喚するしかないよね。もう、まあ、とりあえずウンディーネは召喚するしかない。ウンディーネは召喚するしかなくて、で何を落とせばいいのか、城塞クジラ落とすしかないか。でもこれ城塞クジラ落として、重装兵落としても破壊耐性があるんだよな。重装兵剥がしてからシーステルス、重装兵剥がしてからシーステルスはできないか。ハンドがちょっときついな。いやいや、これきついか。これこれどうしたらいい。俺どうしたらいい。これいろいろできるけどね、いろいろできるけども、ブラックローズしても意味ない、ブラックローズしても意味ない、ブラックローズしても意味ない。あ、わかったわ。ちょ、ミスったわ。これあれや、これ今重装兵落として一回機械天使の儀式使わせてからブラックローズやったわ。ちょっとミスった、やばい。そういう破壊耐性2回使わせるしかなかったくせえ。俺これやばい。ちょっとクジラに頼りすぎてる俺。これ完全にクジラに頼りすぎてる感ある。これあー、やってもうたか。これ俺やったか。これやったか。対象に取れない3700はきついぞ正直。やっぱダメだわ。機械天使の儀式これ帰ってきちゃダメだわ。これ機械天使の儀式帰ってきちゃダメなやつや。しかも貫通するし、これ壁みたいな感じで出したけど俺ダメだ。分かったわ。機械天使の儀式帰ってきちゃいけないっていう。ちょっと逃げて、クジラさん逃げよう一回悲しみのクジラ逃走劇。大勢ありがとうございました。